ああ久しぶりにね、あの体の使い方の説明するから、試合してる時とかにただなんとなくねこう組んでてね、今の自分たちだとどうしても弱いからギュッてやられたらどうするね、こうやってただこうギュッと押してるだけだろね。でもしその前に相手にこうやられる前に自分がやっちゃう。で、この時にこうやってたらなんか大丈夫だと思う、自分が技かけられないでしょ、ね、そういう時もあるし、こう離れてる時であっても、あの常にこう、わかんない、この手を伸ばした状態で相手をね、ちょっとずつこう押してる。こういう動きだけじゃなくて伸ばした状態でちょっとこう傾けさせる。そうすると小林はちょっとアホなんで、今みたいにね倒れちゃダメな競技なのにこうやったらね倒れちゃうでしょ。普通はこうなんないだろ、倒れたくないんだからどうするね、踏ん張るだろ。でこっち行けば今度こっちに動きやすくなるね。人の反射っていうのが、あのこっちに引っ張ろうと思ったら一回こっち引いてあげるんだよ、ギュンって慌てさせるようにギュンってやると体戻ろうとするから、この競技の特性としてね、倒れてはいけない、倒れないようにしなきゃならないってことで、こうやられたらね、どうするこの倒れるんだよ。で戻った時にやればもっと相手のね力もプラスできるから、組んでる時もただこう引っ張ってるところじゃなくて、この手を伸ばしたまんま少し下に押しとくん。ふわって今分かった？ギューってやられてるじゃん、ナチュラルに普通にこうやってこっちが力抜くじゃん、ふわっと立ち上がるんだ体って。今まで締め付けられてそれでもこれ以上いかないようにっていうところで耐えてるから、ちょっと抜いただけでもパーンって入りやすいな、ね、あとは足の使い方なんかも、前の一本背負い座るやつなんかね、背負い投げ座るやつでこの膝をこう曲げるっていうか、このつっかえ棒、このつっかえ棒ね、カクンと落とす。そうするとただこうやって曲がるよりも、つっかえ棒を落としたら回転が速くなるし、昔やった星野とあの小林にやった一本強いの持ち上げるときってどういうふうに足を使いっていうのを、そう、これも同じような原理なんだよ、ね、こうやるとこうふわってこう自分で全身を使って体を沈み込まないようにする原理があるから、ね、そういうんで一回ここで聞いてる人は多分見たことあると思うけど、一回こうやってこういう入るわけじゃないからね、入ったらこのくらいのつもりでやると浮き上がらない人も浮き上がるようになるから、それを動いてる最中に入るとスパッと入れたり、ね、上手になれたりするから、とにかく相手に体重を預けるね、押しとくね、右に押すとか左に押すとかね、組み手によって違うけどね、そういう風にやるから、ちょっと一人つきて、はい、お前はもう分かったから。倒れないよ、お前は動かないんだよ、わかる？こういう動きだよ、こういう動きだよ、ふわっと上がるだろ、はい、来て、ね、倒れちゃダメなんだよ。ってことはお前こっちにこう、こうなってるじゃん、ね、わかる？こういうふうに相手にするんだよ、こう、ゆっくりで、下に行けるときにこうふわっと上がるから、はい、来てね、はい、次見てるんだよ、終わっても何回も教えないよ、言っとくけど
甘くないからね、そんなに。そんなことやったらセンター立てないよ。わかる？ね。AKB 入ったとしてもセンターに選んでもらえないよ。真剣にね。変わらないんだよ、お前は。わかる？こういうふうにするんだよ、相手。なんでそれやっちゃう？それやったらどうなる？取れちゃう。もう常にこう、こういう状態を自分で相手にやるんだ、ここだけでいいんだから。ね。で、こうやって落としておく。こう。こうじゃなくて、こう。頑張って落としておく。ほら。受け上がるか。身長が高かったから、ね。見てろっつってるいつも。ね。ここを押せないんだったら、この内側。内側で常にこう。相手をこっちにやっといて、でこっちに行ってもう一回こっち入るとかね、ギュッてこうふわってこう立ってスコーンってんじゃなくて、戻ったらもう相手をね、打ち込みバーンって入って戻った時点でもうこの手をギュッてね、それでふわって入る。そういう風にね、やってくるんだよ。で、これもギュッてやっとくの。ふわーって浮き上がるから、ね、こういう動き、こういう、違う？お前がどうこうじゃない。この今やられてる動きをお前がしなきゃなんねえんだよ。ね。なんでへっちゃらなのそれ。言っとくよ。この、こういう動き、こういう動きね、その動きと同じ分量だけやんなければこうなっちゃうんだよ。でここまでいったら体って起こせないんだよ。わかる？だからもうこの時点で踏ん張るの。ふわっと上がっちゃうだろ。そうならないようにもう準備しておかなきゃ。そのために一個大事なのが足ね。足をついてても、こうなかなかギューってやってもあれじゃん。だけどここに足はあるんだけど、ね、こういう状態なわけさ。わかる？ここでね、ついてないのもあれなんだけど、少しここに体重乗せないで、このつっかえ棒を自由にするようなつもりで殺しとく。ね。でも、つかないと相手の動きについていけないからやってるけど、引っ張ってる時に、あ、両足でグッて踏ん張る必要はない。ね。こういう状態でいいわけです。ね。そうやっていくようにすると、相手も疲れるから。カットルぐらいあるんだろ。この動きをするんだよ。相手が大きいからさ、ここを持てないから、ここを持ってても、こういうふうに、ね、ギュッ。ふわっと戻せば、かかるし、ギュッと肘を抜き上げたとこ、だからギュッとこう下げるんだよ。ギュッ。抵抗してないんだよ、それが。とっさ。もうやられた瞬間にこれじゃ、反応してなさすぎなんだよ。ね。こうやったらグッて。ただもうこっちこうやるだろ。そういうのを自分がやられることもあるけど、相手に対してやる。で、上持てなかったら、ここを持ってギュッて。ギュッてこっち押してる。こういう動きね。ギュッて下げてる。ふわっと上げると上がっちゃうからかけられる。横の動きだよ。まあね、もう10人も聞いてるのに1個も聞いてないからね、反応もできない。そういうとこだよ。俺は1回目に教えてもらったじゃないんだよ。10人教えて10番目に来たってことも10回教えてもらってるのと一緒だよ。自分でどうあるかって考えなきゃね。それが名前も呼ばれないけど全員に教えてるっていう証拠なんだよ、先生たちの。ね、ギュッと落とす。これを今俺にやられたことを自分たちが相手にやるんだよ。
倒れちゃうよ、それでも。まあ倒れちゃうよ、倒れないようにして。倒れないようにするんだよ。踏ん張る。まあ、それじゃこっち行っちゃう、こっち行かないんですよ。足。こう、ほら、今度は落ちてる。倒れないようにして、ぐっと体を上げる。ほら。止まる。そう。わかる。この相手の力に対して真ん中でしっかり受け止めるようにするんだよ。ね。その時に、こことここでつながった足、ここで踏ん張る。ね。出てないでしょ。この足で踏ん張るんだよ、この力を。ギュッ。曲がっちゃってるじゃん、全部。こうピッてするんだよ。ピッ。こっち傾けなきゃ。だこっち傾けるんだって、まあ、これで押されたら。分かる、言ってること。こっちに倒れちゃダメなんだから、こっちに押されたらどうするの。動かないよ。だ押し返すんだって、これを、手を、先生の押し返す。押された瞬間に動かないようにするの。そう、分かる。引っ張られてるのにお前でちゃダメなんだよ。グッと耐えるね、もうその時点で、この時点で。グッと、グッと、この首使って、グッと耐える、グッと。ね。そういう動きを今までずっと腕立てとか腹筋とか、ね、なんとかゴリラとかやってきたら全部生かされてるんだ。それをおろそかにしてると、そういう動きすらできないし、ね、こうやって教えてるチームがあるかわかんないけど、今までの先輩たちにはみんなそうやって教えてきてるから、そこだけでもすごい差が出てるんだよ。自分は大したことやってなくて疲れないけど、相手は常にこう体幹でなんか押されるからね。それは強い力じゃなくていい、ちょっとでいい。ただこう持ってて守ってますじゃなくてね、正面に対してのちょっと横の力やってるだけで疲れるわけよ、相手は。常にこうやってるからね。そういうのを考えながら試合でやるともう少し楽になると思うからね。はい、いいです。